ヨルシカブレーメン。ふう、ヨルシカは好きよ。ねえ考えなくてもいいよ、口先じゃ分かり合えないの。この音に回ろうよ、このリズム好き。あっあっ、最初レイドバック、ただうねるアマウトでグルーヴ、ずっと二人で暮らそうよ、この夜の。お、なんか今ちょっと、なんだ今のちょっとおしゃれなところ来たな。まあちょっとその俺のこれは曲の点数ではなくて俺の性癖ポイントはまあ10段階中7ぐらいだな。まあそんなうわーとはならないけど、まあまあまあ、おこれはっていう、なんかね、歌詞が神。ごめん、俺俺高校ぐらいまでクラシックだけを聴いて育ってきたから、あの歌詞がいいっていうのは俺には聞かんぞ。俺歌詞がいいでハマったことないから。本当にわかるこの気持ち。結構さ、その音楽っていうかさ、ピアノとかクラシック上がりの人とかでよくある現象なんだけど、別に歌詞とかどうでもよくねみたいな。もうなんだ、な、もう極論で言っちゃえば、もう歌声も楽器の一つなわけよ。ギターとかと一緒。うん。